はい、こんにちは、ズイフさんです。今日は平野紫耀さんの運勢、ね、キング&プリンス、ね、を見てみたいと思います。出世時間ね、分かりましたのでね、前ね、一回やりましたけども、出世時間分かった、占いでやってみたいと思います。パッと見た瞬間ね、フリーメイソンに入るんですか、もしくはもう入ってるかもしれないっていうね、そんな感じがいたします。フリーメイソン、秘密結社、数々の有名人、世界の有名人、ああ、この人もそうだったのか、あの人もそうだったのかっていうね、人も入っておりますし、日本でもね、結構入ってる人もいると言って、まあ、これはもう入ってる人はもう秘密にしている。ないことですけど、まあ高須さんの場合公言してますけどね、まあ別に本人がしゃべる分にはそのよろしいと、大体死んだ後にこの人入ってましたよっていうね、ああそうだったのかってね、そういうようなことみたいですね。ですから非常に目に見えないもの、そういったものに関するその知性、あるいはね、まあそれ楽しみであったりとか、あるし、あるいはその真実は世のその実は裏側にある、これは表に見えるけど裏はどうなんだろうっていうねこととかね、そういう目に見えない世界に対して憧れを持っていたりとかね、そういうようなね運勢です。ですからね、こういう運勢ね持ってる人ね、ハリウッド俳優に結構います。ね、ムービースターと呼ばれる人ですよね。ムービースター。ね、だから、目に見えないブラウン管、ブラウン管の向こうみたいなね、そういう画面の向こうにね、いて、触れることができない、そういうスター。それがね、まあ、そういう運勢、ムービースターの運勢、ジェームズ・ディーンみたいなね、その代わり神聖化っていうことですから、下界には降りてこないみたいなね、あまりバラエティにも出ないとかね、そういうようなやり方をするっていう人も結構多いということは思います。ですのでね、憧れの存在みたいなね、昔天皇がね、こうカーテンかなんかこうね、御簾っていうんですか、御簾の向こうにね、こう何か喋ってはね、その口実ね、口実でこう部下に言ってね、それをなんか来た人に伝えるとか。まあそんなようなイメージで、実はそのここものすごく居場所安いなっていうところにこう居つくっていうね、そういう性質を持つんですけども、まあ、例えばそのフリーメイソンにいるっていうのがね、ああ非常にここは心地いいなみたいなね、思ったらやっぱりそこに身を置くってことですよね。で、その中から非常にいいもの、大ラッキーなこと、そういったものをこうもらっていく、そういうやり方をする運勢なのでね、それがフリーメイソンなのか、あるいは、まあ、ジャニーズっていうね、そういう集団組織、そういったことでもよろしいと思いますし、2つのところをね、組織を受け持ってもよろしいと思います。で、まあその組織に入るにはそのやりすぎみたいなね ただのなんか仲良しクラブじゃありませんみたいなね、もう激しい、まあ、ジャニーズの中にいても激しいという組織で、あるいはそのフリーメイソンの中でもね、
もうやりすぎですみたいなね、カジキ等をやりすぎです、ね、念力やりすぎですみたいなね、そういうようなことであればね、なおさらいいのかなっていう、ね、ことは思います。だからそれがそのままそっくり奥さん像になりますんでね、やりすぎな奥さんみたいなね、非常にそれやりすぎでしょみたいな、何なんだみたいなね、そういう奥さん望んで、奥さん希望ということなんでね、非常に、元気のいい人、活発な人、肝っ玉母ちゃんで、そういうような人で、激しいけど家計簿もつける、ね、もうしつけもしっかりするとかね、しっかりしたお母さん、ね、そういうしっかりしたお母さんなのかどうかもしっかりねチェックしていると、いうことが言えると思います。で、この方はまあ非常にね公私のバランスいい方なんでね、もうちょっと欲持った方がいいんじゃないのみたいなね、葉っぱかけるみたいな、工藤静香さんと結婚させてくださいみたいなね、あのぐらいのもうね野心持った女性じゃないとね、おにゃんこでもソロでもデビューできます、デビューしちゃったぐらいだね、ヒット曲飛ばすみたいな、おにゃんこの中からみたいなね、そのぐらいのやっぱ気概がある女性で、なおかつここが最も重要なんですけども、この方は自分を立ててくれるということがね結婚の条件となります。自分を立ててくれないと、なんていうのかな、やっぱり条件に合わないんで、パートナーには選ばないということになりますのでね、なんかいつもお父さんが一番とかね、なんか言われてる人とか結婚見ますけどね、ああそういうふうにやるんだとかね思ってね、そのそばでね、うちのお父さんが一番、ね、子供たちもそうだそうだみたいなね感じで、うちのお父さんすごいみたいなね、ああそうそうやって気持ちよく、ああ仕事に送り出すんだこの奥さんはみたいなね、わあみたいな、パチパチパチみたいなね、ですからやっぱりそういうことがやっぱりね一番で、その認めてほしいんだよと、最も自分自身認めてほしいというようなね、ことで、それがもうそのままそっくりお嫁さんの条件、ね、になります。でまあ非常にね、あんまり金金っていうとね、あんまりいいことは起きない運勢してますんでね、うん、王長島みたいな、ね、昔のね、で契約金のことをね聞かれたらね、金のことは言っちゃいかん、ね、それを見た落合光弘がね、あんたたちがそうやってるから年俸上がんないんだよっつって、ね、反発したっていうね、そういう話がありますけども、平野さんの場合大長島的感覚で大吉と、ね、落合チックになってしまうとね、大凶ということです。ですから金金って言っていい人と、あんまり金金って言ったらこう悪い人分かれると思います。だからこれでなんか矢沢の感覚になっちゃったらもうそうですね、多分悪いことが連発するっていうね、運勢だと思いますんでね、まあそんなこと言ってないと思いますし、本人もそういうことはもういいなって、思ってる人多いようですよね、だから何かね、何それみたいな、まあだから結構ね金持ってなかったりしますからね、金ないのみたいな、ああそうだっけねみたいなね、金ないねみたいなね、ということです。ですからね、まあ金はないけどもそれをカバーする、ね、ものはもう抜群のキャリア運、抜群のキャリア運ね、持ってますんで、これはもう間違いないということは思います。で、まあ、あんまり家庭にいるっていうよりも、外に出てね、
頑張っていくっていうね、天体全部地上に見えております。土星以外全部見えております。土星がね、まあ、東の地平線と西の地平線ね、地面の下にあるみたいなね、地球からは見えないんで、あと上昇してくるのは太陽、天王星、木星、海王星、金星、水星と、並んでね、綺麗に東の空上昇してくるときに生まれたと、ね、天頂には冥王星ね、で、西の空には月と火星と、ね、綺麗に並んで、ね、光っておりますと、いうことなんで、9天体見えてるというようなときに生まれております。まあ昼間なんでね、実際は太陽出てきて、見えないという状態ですけど、まだ朝方なんでこう残っているっていうね、ことだと思います。ということでね、ざっくり読んでみましたけども、またね、これやっぱり結婚と、ね、熱愛結婚というね、お相手が現れましたら、また改めて相性の方もやってみたいと思います。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。さよなら。